皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習小6算数、今回は比と比の値の練習問題、これを説明していきたいと思います。練習の括弧1番、重さ 10kg の箱 A と重さ 13kg の箱 B があります。丸1、A と B の重さの割合を比で表しましょう。こういう問題ですね。比で表すとき、A と B の重さという順番ですから、A が前、B が後ろというふうに数字が並びますね。A の重さは 10kg、B の重さは 13kg ですから、答えは10対13とこうなります。丸2番、丸1の比について比の値を求めましょう。この比の値というのは、例えば10対13だったら、前の数を後ろの数で割って分数で表したものでしたね。ですから、10÷13、これを分数にすると、13分の10。こうなるので、答えは13分の10。これが比の値になります。では括弧2に行きましょう。あるクラスの人数は35人で、そのうち男子が16人です。丸1番、女子の人数を求めましょう。これは簡単ですよね。クラス全体の人数から男子の人数を引けばいいんです。クラス全体では35人ですから、35-16、これを計算すると19ですから、答え、女子の人数は19人と、こうなりますね。丸2番です。男子と女子の割合を比で表しましょう。男子と女子という順番になっていますから、男子の人数が前、女子の人数が後ろになります。男子は16人ですから、16対、ね、女子は19人ですから19、16対19というのが比ですね。男子と女子の割合の比です。丸3番、女子とクラス全体の人数の割合の比の値を求めましょう。こういう問題です。じゃあまず最初に女子の人数とクラス全体の人数の比を、求めておきましょう。女子は19人ですよね。ですから19対クラス人数35人ですから35と、このように比で表せます。そしてこの比の前を後ろで割ったもの、それを分数で表したものが比の値でしたから、19÷35、分数に直すと35分の19、こう表せるので、女子とクラス全体の人数の比の値は35分の19、このようになります。今回は比と比の値の練習問題、この解説をしてみました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。